跟着我吧。下了雪就能回家了。我回去也没有家。またエリさん。コスチュームやったんですけど、和田さんから連絡があって、で、ティエン・ジャンジャン監督が次に映画を撮るから、ちょっと一度会ってもらえないかっていうことを聞いて、その時にこの内容を聞いたんですよ。で、それで読んで、で1ヶ月ぐらい後に監督と会いましたね。和田さんからその内容を聞くまではこの話は知らなかったんですよ。で、井上靖さんの小説も僕は読んだことがなくて、初めて読んだんですけど、内容がすごく本当に面白くて、すごい短い短編なんですけど、本当にパワフルで、すごく興奮したのを覚えてます、ね、読んだ後。最初はそれが気になって、その監督が書いたスクリプトが原作とちょっと違うところがすごく気になったんですよ。で、監督にもここはもっとこういう風にした方がいいんじゃないかっていうことを言ったりしたんですけど、ただ監督からしてみれば、それは原作だと、その小説だと、で、映画は違うものを、原作とは違うものにしたいっていうことだったんで、確かに違いは最初は感じたんですけど、確かに映画を作る意味として原作から離れた方が正解だなとは思いましたね。なんとなくこう日本で仕事を続けてて居心地が良かったんですよね。なんて説明すればいいか分かんないんですけど、その甘やかされてる感もあって、日本だとやっぱりその自分にも甘えが出るんですよ。なんか居心地がいいからこそ甘えちゃうでしょ。それがすごく嫌で、なんか一度日本の現場を離れた方がいいなと思って、なんかそういう気持ちはあったのは確かなんですけど、でもその海外の作品が続いたのは偶然なんですけどね。ただ商業的になればなるほど多くの人にね、理解してもらわないといけないですから、やっぱその分平べったくなりますよね。わかります？そのやりたいことが狭く高くじゃなくて、こう広く薄くなっていくでしょ。それが作品として果たして本当にいいことなのかっていうことが、僕はいいとは思えないんですよ。もっと質は高いべきだし、質が高くあるべきだし、そのいくらそのいっぱいの人に受け入れられなくた受け入れられないとしても、その監督が信じるものをちゃんとした形で貫き通すべきだと思うんですよね。まあいいバランスかなとは思いますね。確かに、ビル・コーンがねプロデュースして世界に配給するわけですから、コマーシャルとも言えますけど、ティエン・ジャンジャン監督はもともとがコマーシャル的なものを作る人じゃないと僕は信じてるんで、そのコンビネーションというかね、ビルとティエン・ジャンジャン監督のそのバランスが良かったとは思いますけどね。